はい。はい、どうも、しげしです。はい、どうも、おっちゃです。さあ、今日も、マルチプレイをやっていきたいと思います。今日のミッションは、難易度ハード、ミッション13、円盤撃墜作戦、ですね。ですね。ここは輸送船を倒すまで敵が湧き続けるので、どんどん輸送船を倒していくミッションですね、うっちゃ。とりあえず、まあ、輸送船を先にやっちまおうという話なんで、通常の人はまあ、お仲間に任せましょう。で、ここはですね、稼ぐこともできるんですが、まあ、今回は普通にクリアしますかね。サクッとね。うん、まあ、でも、それだけでも結構ね、アイテムボコ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 落ちてると思うんで、拾って。海に落ちなければな。よっそ、よっそ、はい、やろう。ありがとう。はい、レッツゴー。今回は私、エアレンジャーです。うちは、レンジャーです。今回僕、レンジャーなの？毎回です。毎回でしょ。昨日ですね、一人でハードでここをクリアしたんですけどね、その時はね、さら地を作るのが必要だっていうのが分かりました。ああ。じゃあ、さら地作りもちょっとお任せしてもいいかな。でも、クリア優先なら、学校に行けばいいんですよ、あそこのグラウンド。ああ、そういうとこ。あそこに立てこもっておけば、はい。で、周回してくる輸送船を先に2隻かな倒せんじゃんかったから、はい、とりあえずこのね第1波をここでこいつら先に行っちゃうから合流しといた方がいいですよ。この部隊 2部隊いるんでこいつらを引き連れてちょっと下がるんですよね。ここにこのセントリー君を設置して、うん、ある程度減らしてから前に進んだり円盤落としたりって感じ。君の指揮に従う。セントリックの前に行くと、あの、誤射が、あいつは機械なので誤射しますんで、ちゃんと。1ずつしか食らわないですからね、こっちは。で、このね、このね、上にある、これちょっと邪魔なんで、この橋桁みたいなやつ。あー、そのね。で、アリンコは上から登ってくるから、これは全部ね、シャラチにします。全部自分なりの攻略なんで、参考にならないかもしれない。てか、他のを壊してるの。あっちの、でっかいマンションにくっついたような感じ。あー、壊れた。マンションぶっ壊れた。今、超遠距離からですけど、スティンドル兄さんを、輸送船にぶち込んでんだけど、久しぶりに使ってみたらそうか。スティンドル兄さん、ズーム機能とかねえんだ。よし、タラチカは任せてね。おう。巻き込まないでもらえ。あ、一人巻き込まれた。あー。そういうふうだけど、アリさんがまだすぐ近くにいるからさ、落ち込めないんだ。そういう時はセント君の、この、中へ、中央へ。そうするとアリがひるんでるから、ずっと。ダメ、アリにくっついた。そう、邪魔くせ。あんまりバンバン爆発させると、EDF がすぐ死ぬから。たまには解除もしないと。ね、EDF 俺についてくるから結構巻き込まれるんだよね。逃げる時の爆弾。おっと、おっとの発見。まだセントリー君生きてる。終わった？打ち尽くした？ん？まだじゃない？打ち尽くしちゃったね。あ、打ち尽くしちょっと武器拾いに。武器拾いに行ってくるわ。はい。ただ、なんか僕の目の前に武器があるんですが。このね、リロード時間長いんでね、これ、持ったままこう、アイテム拾い。してた方が俺は役に立つ気がする。真ん中にセントリー君を1個配置して味方を囲むように配置すれば OK 発動。みんないい感じに戦争してるで。戦争するね。うっちゃんとの戦争は僕の青春。僕ビオポジですか。うっちゃんに何をするだ。本当にポジになった。燃やされる。乗り物呼びつつね、エアレーダーこう仲間を守ってあげる仕事がね、受け取られた。そして円盤も隙あらば撃つ。エアレーダー非常に向いてると思うよ。あともうちょっとだぞ、上の円盤。うん、そうだね、煙吹いてるもんね。避けれないこの付着式爆弾は。やべ、真後ろにアリンコ。よし、ガンナー席に乗って、こう撃てんね、また。
でっかいヘリコプターやな。上空から援護します。浮力得るまでしばし待ちを。すげえ、ヘリに挟まってすんげえ足速いやつがいる一人。てかヘリのローターでさ、敵バッサリともいいぐらいだよね。このね、ヘリの操作を覚えるとヘリは楽しくなりますよ、このエアレーダーは。初めさっぱり分かんなかった。どうやって飛ばすのこれ。しかも処理落ちでさ、たまにこうプロペラが回ってないのに飛んでるからね。ああという現象が起こるから、ヘリはそれは高速で回転してんだよ、きっと。そう、見えないのか、高速すぎて。そしてね、ヘリによって視点が違うんですよ。そうなんだ。そう、へーらしいんですよ。とあるヘリは真下向いてて、とあるヘリは上の方を向いてるっていう。そして下が打ちにくいっていう。まあ、コックピットは違う的なあれなのかな、うん、そういう設定なのかね。そしてガンナー席左側の機銃がすんげえとこ向きながら真後ろ向いてる。俺がさっき間違えて座ったから。結構むずいな、このヘリ。ヘリによってまた違うからな。うん、ちょっと体力を回復させてぐるぐる回るんですよ。結構操作がむずいな、このゲーム。なんかぶっ放してみようかな。え、回復ダウンって、何も打てねえぞ、これ。何これ、だって打ちた。俺は何も打てないとかしたてない。なんと、なんと空気なヘリ。何のためのヘリだ。何も打てねえ。ガンナーがいねえとダメだ。フルタイプか。ああ、このジャッキーの上に降りる俺は。サティならぬジャッキー。イオン系列ですな、このジャッキーは。やばい、降りろ。よし。イオン系列は、いろいろお世話になっております。ああ、これ、ここに機関砲見てんのかな。当たってんのこれ。ビルに当たってないか、これ。そしてアリンコがいっぱいいる。うん、アリがいっぱいいすぎて上を向けない。アリが群がっとる。アリが多すぎて上を向けない。アリの数増やしてんのかな。うまいこと立ち回ってるだろ、これ。ちょっとそこの屋上の、屋上のすごい狭いスペースで痛い。ジャンプしたいときにできない、このゲーム。ハチの巣だ。いや、アリの巣だ。わらわらするわ。ほいー、リソースに1個落ちたわ。やばい、俺ヘリの巣に見えねえか。15しかない、体力。あ、ほんとだ。ボールドップ、ボールドップ、死んだ。想定外のピンチが訪れた。そうどこだ。いや、体力見てなかったな、死んじまった。おいー、撃っちゃ取れないとこで死んでるよ。おいー、セントリー君が一人頑張ってる。なんだしてくださいよ。すごい、階段の上で死んでます。今こっちも体力半分しかねえつも。このビル壊してくんねえけど、俺降りれんねえな。どこのビルだー。ジャッキーって壊れたっけ。あれ、あ、なんかデパートみたいなとこあんじゃん、ここの街で。うん、壊れたっけ、ここ。壊れなかったらあれですか、再出撃ですね。これあーあー、やっとったーい、自爆しちゃったーい。隊長、再出撃を侵害します。壊れたよ。あ、壊れた、生き返せる。あ、体力ねえのか。うん、体力ねえ。やべえ、 PF もいないの。ない。あ、いいよ、ヘリ乗って逃げろ、ヘリ乗って。ヘリは前に乗ったら掃除できます、レンジャーならば。ヘリの前、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 前に足がしない。あ、壊れた、ヘリが。壊されたー。俺ピンチだなー。俺ピンチだねー。おい、頑張れ。これちょっと大ピンチだね。アイテムが群がってるとこに逃げるんだ。
入れたんだけどね、アリさんたちが斜めを通して踏ん抜けて、どんどん遠くに行っちゃってんだよね、今ね。ジグザグローリングインドがいいよ、走るより。常に、あ、死んだ。あ、死んだ。まあ、こういうこともあるわけで。なんかね、常にローリングがいいですよ、やっぱり。ローリングしよう。数分前にジャンプしてんだよね。最出撃解決どっち最出、あ、最出撃ね。結構武器取ったのに、畜生。うん、誰か乗ってもらわないと意味ないヘリだったもん。じゃないかな。そんな気がしてきたね。うん。こいつら連れて行きましょう。あれ、失礼しました。こっちにもいるんだよね。とりあえず僕はじゃあ始末にくっついてきます。基本。はい、いや、円盤でいいですよ。俺らこいつと俺らは戦ってるんで、ここで。円盤に集中しすぎるとね、どんどん前に出ちゃって、形勢が孤立するんですよね。ね、敵が気づいてないところが絶対出るんで、そこで円盤をちょびちょび打って、またこっちに戻ってくるみたいな。あの、レーダーをよく見て、スペースを見つけて、あれ。今、どこに昨日そうやってクリアしたよ。エアレーダー一人。あ、すごいね。この人たち結構強いんですよ。あの、巻き込まない限りは。ずっと結構ついてきて、ずっと生き残ってたよ、昨日。ちょうど角度が悪いなぁ。あ、この真上のやつやろう。この右の。一番低いやつ。いいですか？うん。了解。うっちゃん、もうちょっと後ろ下がってもいいの？了解。君の指示に従う。んで、セントリーをですね、うっちゃんの方に置くので、これしばらく人手が補えるはずなんで。すべすべ、君の意見を聞こう。あ、その坂の上から撃った方がいいかも。あ、あの、まあいいや、撃ちやすいところからどうぞ。俺も撃つんだよ。俺も撃てるんだよ、これ。ほら。あ、今、ちょっとつけ損ねた。アリさんがちょうど来て邪魔した。ほら、行った。これね、撃ってる時に、アリさんがちょうど来てね、僕にかぶせてくるんですよ。アリさんがやらせんとばかりに自分の女神を盾にしてね。これだけ取ったら下がる。難しいな。あ、武器発見。おいらのセント君まだ生きてるな。優秀優秀。セントリーガン、頑張ってくれてるよ。セント君はね、あのね、釘付けにしてくれるから、このリムペットが生きるんですよ。もう。ああ。なるほど。4つ持ってたらかなりの足止めになったよ。限られるけど、4つ持ってけるとこは。設定を2個持ってくと、エアレーダーは乗り物乗れる面じゃないと意味ないから。昨日の、あれ、俺のやり方、ここでさらちにしてずっと稼いでる。のっぱら乗ってるもん、最後の方。ビルも何もなかった。で、最後の円盤打つために、あの、学校の方まで行って。うん。最後そこでまた稼いでみたいな感じ。よし、セント君、抜かれた。力尽きたの、セント君。ご苦労さん。彼らは休まず戦うからね、セントリー君。さすがに打ってるだけでね、ちょっとずつだけど、体力減らされてんのよ。それが地味に痛くってさ。よし、この斜面にテント君たち配置しまーす。士気が上がってるぞ。いい、いいディレクターし。やっほーん出てる。やっほーん、うまいことこのテント君使ってください。回復。この間回復取るんだよ、ちゃん。うん。今、取りまくっとる。あんまり取りまくった、俺のが。あ、ほんとだ。300しかないのに。あ、でかい、でかい回復が1個見えた。はい、見て。僕の近くにでかい回復が1個あるんですよ。もう小回復で全部回復してたら OK。あ、OK、相手で割に囲まれて、結構減った。周り連射すんだよね。ちょっとな、遠いな。おっと、スティングレーミス、スティングレーミスったよ。どうしたしたよ、自分に。
あんなダラ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 話して。はい、しました。いいね、EDF。ウォーウォー言ってるよ。うわ士気高いね。あ、やばい。ぶっ殺してますか。なんか今、逃げ出す。すみ、ちっといるな。EDF、水霊感の虫の中にいると。他の隊員。隙あらば上を見ておいて、開いたら撃つ。ヒャッホー、あの、ヒャッホー俺好きなんだけど。ダンみたいでさ。とどめが。あ、まだだ。結構硬いな、円盤も。うん、硬いね。ちょっと敵減ったから回復しといておいて。うん。いっちゃん、終わり。セントリー君の時間を稼いでくれ、15秒。ここに大回復ある。うわぁ、セント君をさ、回復の近くに置ったらさ、取れるように。うん。うわぁ、え、俺の方向きやがった。させるなぁ、セント君起動。じゃ遠くのも開いてても出てみる。あぶね。EDF に当たるところ。そう、これは許されない。あ、開いてた。わあ、と。割れた。まだまだ。あれ、これさ、EDF の回復薬をたまに取ってほしいよ。取ってほしいので。使用した時だけ取るとかっていう、なんかあったらいいね。あ、なんか仲間に指示が出せればいいのにね。守り優先とか。せっかくあの、ハンドサンドが、やったらあんのにね。ね、やばい。EDF どうぞ死ぬんじゃねえかね。結構暮らすの。しくった。結構上も見てないといけないから忙しい、うん、あれ円盤もう一個どこ行った？あ、もう上にいるのか、うん、上にまだいるね。全部3体いるんだっけ合計で。そう、単独僕は追いかけに行きます。ちょっと遠いな。当たんねー。当たった。うっちゃんのが当たってる。うん。伊達のスナイパーじゃございません。あぁ、近くにいたよ。近くにアレさんがいると自分が大ダメージを受けるというね。ちょっとアイテムの方で戦おう。円盤多分コースが決まってんだろうな、ね。ああ、なるほどね。あともうちょいだろう、あれ。あ、まだか。まだ煙吹かないね。うーん、頑丈だね。ちょっとね、あの撃ってるのがバラけちゃってるからさ、あかん。あれが無料になって、エアレーダーあんまり狙われちゃいけない。よし、戦闘を打ち尽くした。もう EDF と戦闘君はセットで使った方がいいと。こいつはすぐ集中攻撃の中に突っ込むから、キャッホーとか言いながら。逃げろ、リロードが遅いぞお前。もっと素早く進行。近い近い。あ、なんか食らった声出した。うわーって、くそ、空に押し込むの。でっかいヘリ呼んでみようか、やっとりとして。あ、私物大回復1個もらっていいかな。いいよ。うん。無償回復があれば俺はまだ大丈夫。
ちの建物も邪魔するから壊した。これ、もう一個煙吹いてんだよね。あれ、乗りに。こいつらヘリに乗ってくれないのに。そうだよね。あえてヘリを戦車みたいにしてきたんだ俺は。位置が悪い。これ一撃だったり、あれ、やばい。ヘリの左側面は安全です。これがあるから。動くのかな、現場に。やってみようかな。動くな。多分。ヘリ、これを引いてくる。あ、壊れた。壊れたー。ヘリー派手に吹っ飛んだな、ホビ。向こうもそろそろ派手に吹っ飛ばしてやればいいんだけどなぁ。ちょっとそこに吹っ飛ばした。あー、EDF が2人死んだ。あかん。集中攻撃が。あ、まだ1人生き残ってる。よし、やるか。はよう、あれを殺さんと。アリーアリーベベルチ。アリーベベルチなんだっけ。アリーベベルチ。アリーベベルチ。いつもどっちだかわかんなかった。こういう時に限ってアリンコが来るんだよね。上に開いてみるか。さあ、いったいったおい、気を抜くのはまだ早いぜ。おいよ。おかげでこっちは半分乗ってこられるよな。やっとこい。やっと学校に着いたで最初。すげえ勢いでなんか、あれに行く時に今飛んできたんだけど。ふぅーんって飛んできた。僕はカレーが好きです、最初。いや、アリカレーで。このね、ケント君置く時に好きがあるんだ。よいしょって置くから。ほら。起動シェントリーガンと俺のコラボじゃ。いれいれ撃たれた、シェント君に。すぐ2人でやばいね。いや、しばらくこれでなんとかで撃つ。撃つ。いや、僕アイテムの回収とか撃って平気。うん、逆に言えばいいか。てか、円盤をさっさと落としてくれた方がいいんだけど。そうだね、円盤で撃とって。そしてアリを一匹残してあれだよ、回収すればいいんだ。そうしないと俺が大変だ。エアレーザーの体力はないんで。今こっち敵がいないからさ、ちょっと集中して円盤落とすわ。おい、エアレーザーはね、ケント君があるときは生き延びれる。あ、武器見っけ、ラッキー。お、エアレーザーもなかなか強いんだぜ。なんたって乗り物で避難できるからの。飛べー、飛んで逃げるぞ。うわー、壊れた。はい、飛ぶ前に壊されるの俺。うん、まだ土元気だ。ちょっとずつアリが近くにいる。それで今そっち行ってんの。ん？そっちに向かってるか、俺が回復取りに。マジか。そうね。あれ先輩だ、びっくりした。うわ、開いてんのに。ちょっと今無理。暗い。俺が落としてやる、そうなったら。これぞエアレーダー。エアレーダーの装置と見せてくれよ、このアリどもに。アパートの上に登ってみよう。いい感じに隠れられた。これアタネロさんだ。セント君の位置を計算してだな。
おーし、落ちた。うん、危ない。なんか一匹の殺したゲットで、おい、こっち側のはあと1個目の前にあるアーマーを取れば全部回収かな。じゃあ最後の一体は千徳に任せて、僕らは体育座りでもしようか。学校へ集合。学校どこ？俺がいるところ。どうな。ここでですね、千徳も設置するんですね、ここに2個ね。はい、もう1個このアリちゃんを迎える。僕はここで体育座りする。あ、もう来ちゃった、千徳に設置したのに。んで、アピール、体育座り。お、決まってるじゃねえか。しかもアーマー落としてんじゃねえか、あいつ。頑張れちゃん、取りに行け。まだマジか。まだ撃ってるよ。あ、体育座り解除された。取りに行くかもね。すげえね、跡形もなくなくなるまで撃つんだね、こいつら。まだ撃ってる。あらーまー、セント君容赦ないっすね。まだ撃ってるよ。怖え、ある意味怖え。どうだ、エアレーダー。なかなか練習したんで。待って、ね、うわ、すごい、新しい武器は、感触玉2号。リムペットスプレンダーマーク2レベル15が手に入ったけど、全然嬉しくねえ。なんか、すごいいっぱい手に入ったよ。よかったじゃん。すごいいっぱい手に入ったけど、この中で使えるものがいつあるかどうかってことで。と、まあ、円盤襲撃作戦はこれにて終了ですね。という感じですね。成功してよかったですね。無事、うん。はい、じゃあ次も頑張っていきましょう。はい、一旦さよなら。はい、それでは。バイバイ。はい、体育座りって書いてある。